除雪されている大通りではほとんど雪はなく車もスムーズに通行できていますが、一歩脇道に入るとまだまだ雪が残っていて除雪作業が間に合っていません。今日も冬型の気圧配置が続き、県内はぐずついた天気となりました。午後5時現在の積雪は金沢市で17センチ、輪島市で16センチなどとなっています。各地でまとまった雪が積もり、除雪に追われる姿が見られました。少しずつしか動かせないし、根気の勝負。私75年生きてきたけど、こんなびっくり、一気に降ることはなかったね。こうした中、金沢市に雪捨て場が設けられ、早速運び込まれていました。まだまだあるんで、まだそんな 10% とか、まだまだ 20% とか、それぐらいですね。まだ何回も行ったり来たりになるかなと思います。北陸自動車道は、小松インターチェンジと加賀インターチェンジの間の上り線が通行止めとなっていましたが、正午に解除されました。雪のピークは過ぎたものの、生活道路など除雪が行き届いていないところもあります。今後も車の運転には十分注意するようにしてください。